歌手、竹島博が15日、東京、新橋の旧新橋停車場で新た曲、サンタマリアの鐘の発売記念イベントを行った。一昨年の20周年記念シングル、プラハの橋、昨年の1枚の節、風に続くヨーロッパ3部作の完結編となったのが、今回の新曲だ。3作に共通して出てくる列車にちなんで、日本初の鉄道駅、車が存在していた旧新橋停車場でのイベントとなった。新曲は、イタリアのフィレンツェを舞台に別れた2人が再会し、一緒に生きていくというハッピーエンドに仕上がった。竹島は、1枚の切符を出した時のファンの方からの意見で騒がたのが、ハッピーエンドにしてくださいということでした。私は不幸な主人公を歌うことが多かったので、どうなるかなって思っていましたが、ハッピーエンドだったのでちょっとほっとしていますと笑みを見せた。チェコ、フランス、イタリアとヨーロッパを歌い上、下駄竹島だが、ヨーロッパに行ったことはないとか。絶対に行かなきゃいけないと思っていて、第一作のプラハの橋の頃からファンと行くヨーロッパツアーを企画しようとは思っているので、今度こそ実現したいですねと話した。また16日には WBC で日本はイタリアと準々決勝を戦う。争い事とか戦い事とか苦手で引き分けてないんですよねという竹島。日本に勝ってほしいけど、サンタマリアの鐘はイタリアだし、両方頑張っていただければ嬉しいかなと話した。